横ばい屋目、横ばい屋目、横バい屋目、別名、銅羽屋目、銅子屋木は、かつて、カメムシ目を、カメムシ屋木と二分するとされた古典的な分類群名。しかし二十世紀末には、ワ系統群であることがほぼ明らかとなり、二十一世紀に入ってからは使用されなくなった。群、セミ横などと群、ジラミブラムシ、 貝殻虫ムシの大きな二群を人為的にまとめたもので、これに加えオーストラリアなどに分布する特殊なサヤフン群をも含むことがある。ただしカメムシ目全体の系統分類に関しては1990年代以降新しい考え方が出され、類縁関係の薄い系フン群とハラフン群を一つに、した横ばいア目は側系統群であるとの考え方が一般的に その後は分類学上では使用されることがほとんどなくなった。横ばいアモクの故障には明治期以来長期にわたって学名のをあやくした銅バネアモク、銅子モクが用いられてきた。これはカメムシ目のもう一つの群であるカメムシアモクが全子の根元が半分が厚く硬化して不透明になった半子症を持つのに対して本アモクでは全子全体が一様な膜質であることから 同質の羽を持つとの意による命名出る。その後1988年に刊行された文部省学術用語集動物学編、贈呈版により、目以下の分類群名には原則としてカタカナナが与えられ、銅羽根アモクも横羽アモクに変更された。同書のカタカナナはあくまでも参考として収録されたものであるが、結果として幾分かの混乱も生じている。 哺乳類木名の問題を参照。大部分の種が植物の重液を吸って生活しており、農作物から汁を吸うものには害虫として扱われるものが多く含まれる。この群の昆虫のうち、一般にはセミがよく知られ、横ばい、ン化、泡吹フキなどはセミを小さくしたような姿を想像すればわかりやすい。ただし、アブラムシ、コナジラミ、 カイガラムシは植物への寄生生活に適応し、その姿をかなり変化させており、実際には、系統的にも大きく異なることが、近年明らかになってきたが、特に植物寄生の性質が強く、農業上の重要な害虫とみなされているものが、非常に多く含まれている。この性質を利用して、生物農薬として活用しようという動きがある。英国では、イタドリの駆除のため、 イタドリマダラキジラミを輸入し、天然の駆除剤として使う計画がある。カメムシモク全体に共通する特徴は、後期が針状の口唇を形成し、餌生物の体の深部に突き刺して、液体状の食物を吸収する形になっていることである。カメムシやモクとの大きな違いは、羽の形に見られる。カメムシやモでは、前肢の根元半分が厚く硬化しており、背面に、 左右の甲子を平らに重ねた上に、さらに左右の前肢を折り重ねるように畳んで、中、公共、腹部の背面をぴったり覆う蓋を形成することができる。それに対し、横培暗木のものは、羽がすべて膜質で、左には左の前後羽を、右には右側の前後羽を、それぞれ重ねることによって背面に、霧妻屋根のように羽を収容する。セミ、横いなどの場合、 体は、頭部胸部腹部が一つの塊になり、頭部の幅が広く、腹部が尻すぼみの弾丸型の体をしている。頭部は幅広く、両端に腹眼があり、触角は短い。小型の種では、後ろ足が跳躍のために発達し、飛ぶ、より先に飛ぶ種類が多い。アブラム種類は、これとは大きく異なった姿をしている。頭部は小さく、触角は長い。 腹部が大きく、タル型の形をしている。足は細く、ゆっくりと動くが、宿主植物上に定着すると、ほとんど動かなくなる。貝殻虫類では、アブラムシに似ている点もあるが、宿主植物上に定着したメッセイチュー中は、足や頭部などの構造を次第に失い、昆虫とは思えない姿になる。カメムシやモクには肉食性の種も多いが、 横ばいアモクのものは大部分が食食性である。一部に金食性と思われるものがある。多くのものは興奮の内部に収められた針状の口針を植物に差し込み、ンタ束から導管液や歯管液を吸収する。ンタ束から接触するものでは、もっぱら導管液を摂取するものに、セミの幼虫、泡吹き虫、横ばい科の中の大横ばい赤などがあるが、どちらかといえば、 アブラムシのようにもっぱら歯間液を摂取するものが多い。つまロヨ横ばいやウンカの一部など、同管液と歯間液の両方を適宜摂取するものも知られている。歯間液を摂取するものの排泄物は大抵余剰の糖分が大量に含まれるので甘く、甘露と呼ばれている。同管液を摂取するものの排泄物はほとんど、水ばかりのものとなる。貝殻虫の一部や、 横ばい化の中の悲鳴横アカなど、遺憾束からではなく柔ら組織を構成する細胞に、針を突き刺し、内部の原型質を吸い取るものも知られている。ちなみに、接触中のアブラムシの興奮をレーザーで切断し、そこから植物の脂管内部を流れている液を取り出すという方法が、植物の研究法の一つとして行われている。脂管は通常切断すると急速に閉塞し、 内部の液の流出を停止する機構を持っているため、歯間液の分析は困難なのであるが、アブラムシの吸収はそうした閉塞機構を抑制した上で行われているので、この方法によって初めて歯間液の定量的な化学分析が可能になったのである。カメムシ目の昆虫は不完全変態であり、成虫に近い姿の幼虫がサナギを経ずに成虫になるものである。しかし、 横培モ木のものには特殊なものや例外的なものが多い。うん横横い類の多くはほぼお生虫と同じ生活を行うものである。泡吹き虫類には幼虫が同管液から栄養素を吸収した後に排泄した液の中でアンモニウム石鹸を生成した泡立て、その中に潜む習性がある。セミ類は幼虫が地中生活で昆虫としては異例の長期にわたる。 幼虫器官を持つ、貝殻虫類では、成虫になると、メス成虫が体の構造を単純化させ、昆虫の一般的な体勢を失うものがある。また、粉ジラミ類は、オわリレイ幼虫が、サナギと呼ばれ、完全変態に似た姿である。また、生活感としても特殊な例がいくつかある。アブラムシ類は、メスが、メス幼虫を産む。しかも、卵体制する。 無償世代と子優が優性生殖する世代が季節によって交代する。また、うカ類には長羽根個体と短羽根個体が出る羽根多を表す。このアモクは従来、首粉軍、イガ貝殻虫など、鞘粉軍の三軍に分けられてきた。ソ連戦ほか、1995の分子系統を用いた解析では、首粉軍と カメムシアモクが一群をなし、ハラフン群はこれらとは別の系統であるとの結果が出た。このこと自体はその後の研究でも補強されており、両者をひとまとめに扱う旧来の横葉モクの概念は破棄されつつある。またサヤフン群は従来から別アモクとしてカメムシアモクと禁煙とする説があったが、ソ連戦らはこれも指示した。ソ連戦らは サヤフン類とカメムシ類とをまとめて、プロッサリンチという新しいアモクを作った、ヘタラプターデアと呼ばれることもある。プロッサリンチが単系統をなすという説はその後の、ほとんどの研究で、指示されているが、一方、ソ連戦の共著者を含むキャンベルヤルは、クビフン群もまたガー系統であり、との二つの単系統からなるという結果を出した、どちらがプロッサリンチの姉妹群かは、 明確に解けなかった。そのため、横ばいアーモクを首アーモクと腹アーモクの2アーモクに分ける説が広まる一方で、首アーモクをさらに、アーキリンチとクリピーウリンチの2アーモクに分ける動きもある。その後の研究では、吉沢アンドサイグサは首ン群の単系統性を再び指示したが、シーア・ヤルでは首フン群は側系統でが指示されている。 以下に、従来の横培や木のおよその分類を示す。しかし海分類では、俗などは、もちろんのこと、トガの扱いなども研究者によって異なる部分があり、ある群を独立のトガとしたり、別のトガの赤として包含するなど様々な立場がある。日本では、横いかの細分傾向が強く、大横いか、冠無理横か、太横培化、耳づくか等々、 その他多くの都がに分けられていたが、1990年代後半、頃から、それらはすべて横ばい化の赤や属として、扱うのが普通になった、詳細は横ばいを参照。後期は、前足の間から出る。後期は、頭部の基部から出る。単系統性は、不確実で、確実な単系統として、鳩に分けられる。歯衣がたとも。 首奮群を暗黙とするなら下目となる。セミガタ型類とも、首奮群を暗黙とするなら下目となる。以下のほか、カメムシアモクを暗黙とするなら、カメムシ下目を含む。後期は、全胸側盤全部にある鞘ヤ上部に収納される、を暗黙とするなら下目となる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。